これで一段落ついたな。一旦休憩を挟もう。コーヒーを入れてくる。君も飲むだろ？遠慮しなくてもいい。先に休憩に入ってなさい。お待たせ。暑いから飲むときは気をつけて。な、大丈夫か？すまない。やはり少し暑すぎたか。あ、冷たい水を持ってきた。ゆっくり飲んで。舌の具合はどうだ？痛みが和らぐといいんだが。まったく、君からはいつも目が離せないな。ああ、今のは気にするな。次からは怪我に注意しなさい。美味しかったか？なら今度また入れるよ。遠慮するな。私もよく飲むから、そのついでだ。君が好きならむしろ喜んで。あ、いや、何でもない。そろそろ仕事に戻ろう。ここならはっきり見えるはずだ。少し寒いだろう。屋上だから仕方ないが、こうして私の上着を羽織れば少しは暖かくなる。そうだな、流れ星が見える。とても綺麗だ。以前ドライブ中に一度見かけたことはあったが、仕事上がりに流れ星が見れたのはさすがに初めてだ。少し風が強くなってきたか。もっとこっち。この前私が送った香水を使ってくれたのか。君によく合っている。とてもいい香りだ。私の顔が赤い。君の見間違いだ。それより、さっき流れ星に願い事をすると言っていただろう。早く目を閉じないと流れ星が逃げてしまうよ。